今ライブ配信されてるっすよ。この試合は2020年度秋季リーグ筑波大学対順天堂大学の試合となります。順天堂大学のチーム紹介をご覧ください。さあ続いて筑波大学のチーム紹介動画をご覧ください。ついに今シーズン最初で最後の戦いが幕を開ける。さあ始めよう。これが筑波アウルス本日のスターティングラインナップだ。1番ゴールキーパー平尾勝樹、2番ライトウィン犯罪決勝台、3番ライトウィン浅野明秀、4番ピボット浅野翔一郎、5番レフトバック三輪翔太郎、7番キャプテン高野颯太、8番レフトウィン友田拓実、11番レフトバック姉ヶ山K、 12番ゴールキーパー伊藤修一郎、13番レフトウィン矢野聖人、16番ゴールキーパー鈴木武弘、20番ピボット関隆介、21番ライトバック土井隆弘、28番センターバック佐藤陽太、30番ライトバック榎本優雅、31番ピボット関東拓実、監督藤本はじめ、いざ関東リーグの頂へメイクアレジェンドゴーアウス。ここで筑波大学のスターティングセブンを紹介します。はい、さあエンジンが始まりました。深いめのエンジンですね。筑波、これ順天堂大学メンバーですかね。はい、あ、お湯が、お、正代さんが、お、うわー、うわ、2番正代、犯罪家正代選手のナイスサイドシュート、さポストが浮いてきた。さあ正代さんがボールを持って2対2ですか。これは2対2から大きく落とすかポスト、お、高い、うわー、いやー、7番キャプテン高野颯太選手、すごいナイス。5番の
工藤選手1対1。おっ、ここがオーバーになりました。おっ、逆速攻、丹羽選手、うわー、キーパーを冷静に見てループシュートを決めてきました。5番丹羽翔太郎選手、江南高校出身です ね、はい。佐藤陽太選手と湯田智選手は駿台甲府高校出身ですね。おっ、ポストから、おっ、浅野、わー、ビデオ編集担当浅野翔一郎、ナイスシュートです。やっぱ筋肉プレーですね。ここ2対2から得点するっていうのが、サイドユーゴからポストを動かします。さあ、切ってて、サイドゼータ、矢野選手、よいしょ、これは確実に決めてきました。13番、矢野誠太選手、186センチ。いや、矢野選手外さないですね。矢野さんのキレッキレのね、独特な選手が効いています。さあ、2対2から矢野さん回って、ポスト落とした、よいしょ、これは7メートル、スローが当たります。退場ですね。3番、松本裕樹選手が、さあ、わー、ナイスです。左下キーパーの逆をつきました。冷静ですね、やっぱ矢野選手。ちょっと得点率がダメかなって。さあ、ずれた、半沢翔太選手。うわー、これは、キーパーの顔横を打ち抜くという、すごいですね。うわ、キーパー、鈴木武弘選手止めましたね、与田斗真選手のシュート。止めましたね、鈴木選手今日初ですね、止めたの。高村選手を切ってきました。あ、ボール壊れた、ファンブル。さあ、半沢翔太選手がそこ早い、うお、決めた、すごい、早いですね。今日3点目ですね。さあ、8対4、筑波大学4点にリードを広げます。お、お、矢野選手カットしました。さあ、パスをつないで、いや、冷静だ。さあ、シュートを決めていく。落ち着いてますね。すごい、キーパーが前に出てきてることをしっかり冷静に溜めてね、見てループシュートを決めてきました。そういって2対2か。お、榎本選手攻めるか、クロスして前が空いた、陽太、わー、ナイスシュー、キーパーよく見てます。左上に綺麗に決めてきました。落として、もう一回作るか、ポスト落とした、おお、うわー、今のはうまいですね。すごいな、すごいな。三輪さんも今のはですね、浅野選手がよく走り込んでましたね。知らせます、5番、お、工藤選手ですか、惜しくも。あ、三輪選手走った、速いですね。うわー、ノーマークシュートしっかり決めてきました。三輪選手ノーマークシュート落ち着いてますね。そうですね。5番、工藤選手走る、与田選手をパス出して、13、何だ、6番、あ、中澤選手、ナイスです。皆さんが1対1から、お、開いたか、出た、わー、ナイスシュートです。3番、浅野明秀選手、4番、浅野翔一郎選手と兄弟関係になりますね。さあ、藤本監督から速攻行こうという声が響いておりますが、さあ走ります。さあ、陽太抜いた、打つか、うわー、うまいです。空中でディフェンスを2人ぐらいかわしました、今。さあ、土井さんが、うお、ターンして、うわー、昨日に引き続きターンから痛そうな倒れ込み。土井さん、黒々としております。いや、笑顔が溢れてますね。与田選手、さあ、1対1から、あおい、おー、ナイスキーパー。中澤選手、今、2枚目がアウト抜かれたとき、浅野選手がカバー行ってるんですよね。小池選手、惜しかった。あ、速攻が通った、友田選手、ナイスシュー。キーパーが沈んだところ、頭の上を貫いてきました。今リーグ初得点ですね。そして、お、関東選手、1対1、姉さんからサイド飛ばして、飛ばすか、お、うわー、友田選手、友田選手中、お、タイムアウトですね。あ、与田選手、美しいシュー。ただまだ時間残っている、さあ打つか、5秒ですね、残り、うわー、7番キャプテン高野颯人選手が13メートルぐらいから打ち抜いていきました。今のはすごい。18対9、9点差で折り返していった感じでしょうか。はい、
後半始まりました。さあ、18対9、筑波大学リードから試合が展開します。陽太から出た。さあ、正代さん、ナイスシュー。今日絶好調ですね、本当に。そうですね、昨日から7分の6かな、今のところ。お、正代さんが切ってきます。割った、出た。うわー、ナイスシュー。キーパーの脇横を抜いていきましたね。さあ、逆速攻。あ、滑ったか、大丈夫か。お、うわー、神谷選手のノーマークシュート、16番鈴木武弘選手止めてきましたね。取ります。ヨタ、空いたか。お、うわー、しっかり溜めて流しをワンパン決めてきましたね。あ、お、よく見てる、正代さん。お、うわー、キーパーをよく見た、綺麗なループシュートですね。9分の8ですか、これで。そうです、あ、今ので8分の7ですね。お、パスフェイクからずれた。うわー、8番友田選手、ナイスシュートです。両腕でガッツポーズが出ましたね。お、土井選手の突破から正代さん。いやー、これ10分の8 昨日から8点決めてます、半崎選手。本当に外しません。1対1から中田選手。お、お、宮田さんボール奪いました。お、土井さん速いスピードスター、土井さん。さあ、うわー、空中でキーパーをよーく見てね。いや、今三輪選手のドリブルカット、いいとこ出ましたね。そうですね。姉さん、おお、姉さん決めていきました。18対27、1対1。お、うわー、すげー身体能力。ガオさん身体能力もエグいですよね。お、うわー、おお、滑りました。まあ、そうすることによってキーパー戻る時間が生まれて、おー、打ちますね。よし、まあ、こういう風にこの映像でいくと左側から打つことによって、まあ、右側の選手が急いでね交代して、さ、お、おー、うわー、平尾さん今多分本当に左上隅にボール行ったんですけど、後ろずれてるんですよね。お、陽太、あー、力強い1対1からね突破していきました。あ、ここから陽太が突破していって、土井さんからアキーデ。お、これまたすごい上手いシュートですね。試合終了して31対19で筑波大学の勝利です。